あー寒っ、風もきつうなってきよったな。風が吹くとせっかく生えてる落ち葉が飛び散るやないかい。このうちで居候させてもらってるから、ちょっとはお役に立とうと思ってほうきを手に取っては見たもののキリがないな。あ、こんにちは。私シロって言います。迷子になっては拾われてあっちこっちのうちを転々としていますが、今はここのうちでお世話になってます。ご厄介になってちょうど半年になりますやろか。いやー、ほんまのとこ拾われてくるっていうのも気を使います。いや、そらね、ここのご家族も親切にはしてくれてはるけど、それでもたまにご飯を忘れられたりすることもあったりするんですわ。シロちゃん、ご飯よ。今日はありました。このお母さんの声を聞くのが一日の中で一番ワクワクするっていうか、なんや今日のご飯は真ん中にろうそくが立ってるやないか。シロちゃん、今日はね、涼子のお誕生日なの。だからシロちゃんのご飯もバースデーバージョンよ。特別よ、こんなの。そら、こんなご飯特別やろ。どう言うたらええのか。ちょっと派手な一膳飯みたいやな。まあ、この子ったらこんなに喜んじゃって。いや、お母さん誰も喜んでへんて。そんなことよりもご飯にろうが垂れてるんやけど。ただいま。お母さん、ケーキ買ってきてくれた。なんなの、いきなりカバンも置かないで。ちゃんと買ってきたわよ。あなたの言ってたケーキ屋さんで30分も並んで。ごめんごめん、でもよかった。あそこのケーキさ、すごく美味しいからすぐに売り切れちゃうんだ。ただいま。あら、お父さん、今日は早かったですね。うん。お、シロ、すごいね。ご飯にろうそく立ててお仏壇みたいで。ますます空気なくすわ。お父さん、買ってきてくれた誕生日プレゼント。おお、買ってきたよ。PC だったよね。そう、友達なんかみんな自分のパソコンを持ってるんだもん。私も自分のパソコン欲しくてさ。え、パソコン PC じゃなかったの。そうだよ、 PC だよ。だからパソコンじゃない。 PC ってパソコンのことなの。お父さん、お前が PC って言うからペンケースかと思って腕箱買ってきちゃったよ。なにこれ。どうして18歳の誕生日に筆箱が欲しいなんて小学生みたいなこと言うのよ。涼子も欲がないなって思ってたんだけどね。お父さん最悪だよ、間違える普通。ほらほら、もう喧嘩しないで。今ね、ケーキ取ってくるからここ片付けといてちょうだい。はい。あ、そうだ、お父さん、田舎のおじいちゃんからね、小包みが届いてるんですけど。あれって涼子の誕生プレゼントじゃない。親父から。やっぱり持つべきものはおじいちゃんよね。これなんですけどね。はい。あ、そんなに大きなもんじゃないけど、何が入ってるのかな。ノートパソコンじゃない。なんだこれ。うわ、これってさ、ほら、お仏壇とかの仏様。あら、まあ、どういうことかしら。もう、おじいちゃん、何なのよ。誕生日だよ、これじゃお葬式じゃない。これはろうそく立てだな。これはお線香を立てるものね。うん。お、手紙が入ってる、おじいちゃんからだ。なんて書いてあるのよ。うん、読んでみるよ。涼子、お誕生日おめでとう。おじいちゃんが猛録して変なものを送ってきたと思っているんじゃないかな。思ってる思ってる。涼子だって。箱に入っているのは三つ折本尊といって、浄土真宗のご本尊阿弥陀様なんだ。おじいちゃんのところには大きなお内物があるけれど も、これはお前たちのように都会で暮らす者のために作られたものなんだ。
小さいからってお内仏に変わりはないんだよ。あ、そうそうそう、浄土真宗ではね、お仏壇のことをお内仏って言うんだ。本当はもっと早くにお前のお父さんがそちらで家を建てて引っ越した時にご本尊をお迎えするようにというつもりだったんだが、何分お前のお父さんはいい加減なところがあるからその時期を考えていました。お父さんいい加減だって。まあそんなことないんだけどね。けどおじいちゃんもあんまりよね。涼子の誕生日にお仏壇を送ってくるなんて縁起でもない。お母さん、お仏壇じゃなくってお内仏って言うんだって。そんなのどっちでもいいわよ、うん、お父さん、おじいちゃんの手紙はそれだけ？いや、まだ何枚もあるんだけどね。なんだこれ。あ、一度お飾りをしてみてくださいって。どこに行くか、これ絵が描いてあるよ。おじいちゃんも豆ね。じゃあ置いてみようか。今からするの、うん、今度じゃダメなの。いいじゃん、せっかくおじいちゃんが送ってきてくれたんだからさ。そうだな、あ、テレビの上とかは？ビデオデッキみたいでどうもな、うん、送ったってこのサイドボードぐらいしかないんじゃない？そうだな、北海道で買ってきた熊の木彫りがあるけどそこしかないな。じゃあこの熊の木彫りはこれ、涼子、これ部屋に置いときなさい。いやよ、うん、こんなの女の子の部屋だよ。なんでこれ高かったんだよ。もう値段じゃないよ、友達が来たら変に思うじゃん。今だけだからな、さ、はい、もうしょうがないな、うん、それとおじいちゃんの書いてきた手紙では、あ、これお花入れるものだな。お花は明日買ってきますね。そうだね。それと香炉か、あ、この青いのと金色の香炉、はい、はい、それと仏器って書いてある。あ、ご飯を乗せるもんだなこれ、はい、はい、あ、それこれ、これなんだっけ、これほら、あのほらチンっていうやつ、あの、あ、そうそうそう、おりんだ。おりんね、はい、うん、お父さん、置き方、これでいいですか？うん、大体そんなもんなんだけど。ああ、この鶴と亀とこれ、逆だ。こうですね。うん、そう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 、それ大体、絵と同じになった、うん、へえ、こうやって置いてみると、それなりに見えるね、うん、そうだ、ちょうどよかった。ちょっと待っててね。これをここに置いて、どうぞよろしくお願いします。お母さん、何それ？年末ジャンボ。え、宝くじ？お母さんずるい、これはおじいちゃんが私に送ってきてくれたんだから私にも拝ませて。ここに置いて、よろしくお願いします。何、涼子、何置いたの？受験票。あんたら何を考えてるんや。お内仏はそんな自分の都合を願いしたりするところやないで。お内仏は私たちの欲望を叶えるために拝んだり祈ったりするところではありません。おお、お父さん分かってるやないかい。なんだ、つまんないの。と、このね、おじいちゃんの手紙に書いてあるんだけどね。おじいちゃんには悪いんだけど、まだうちには亡くなった人がいないじゃない。亡くなった人がいないのにお仏壇があるのってダメなんじゃないの？亡くなった人がいないのにお仏壇を買うと死人が出るとかたたるとかって、そんなこと聞いたことあるんだけど。へー、死人が出るって誰が死んじゃうの？おい、俺かいな。むちゃ言うなあ。あんな、お母さん、そんなん迷信やで。第一、人が亡くなったからお内仏があるんやなくて、お念仏の生活をするという心があるからお内仏があるんや。
お父さんもそういう死人が出るっていう話聞いたことあるな。そうでしょ、大体お仏壇ってご先祖を祀ってるじゃない。戒名とか法名とか言ってさ、亡くなった人の霊を慰めてるんでしょ。確かにそうだな。田舎の家では今日は誰の命日だって言ってお寺さんが来てこうむにゃむにゃやってたよ。むにゃむにゃってどういうことや。それは亡き人を縁にして今生きている私たちが仏様の教えに合わせていただく大切な機会やないかい。そうでしょう。命日の日にお寺さんが来るんだから、やっぱり亡くなった人の霊が成仏しますようにって拝んでるんじゃない。いやお父さんもそう思うんだけどね。おじいちゃんの手紙の続きはどうなんだ。良子、お前も18歳になって自分の人生のこと、自分の生き方のことについて考えることもあるだろう。大人になる前のお前が背伸びをしてみたり、そんな自分が嫌になったり悩んだり迷ったりもするだろう。お内仏は今の自分自身を映す鏡だって言われているんだよ。ご本尊は私のこと知らないままでいいのかなって常にお前に呼びかけてくださっている。私のことか。それって亡くなった後の私じゃなくて今生きている私。仏教ってさ、死んだ後のことを言ってると思ってたんだけど、なんか今って言われてもピンとこないな。私のこと。お父さん、おじいちゃんの手紙の続き読んでよ。うん、いや続きはね、良子、お前が今生きてるっていうことは遠い遠い昔から命が受け伝え引き継がれてお前のところまでやってきたんだ。そんな遠い昔の亡き人たちの命の願いはね、お前に虚しく過ぎる人生じゃなく南無阿弥陀仏の教えにあってくださいって呼びかけているんだよ。良子、ご本尊とはね、本当に尊いこと、本当に大切なことということなんだ。お前にとって本当に大切なことってなんだい。お内仏はね、日頃私たちが忘れてしまっている本当に大切なことを亡き人たちとの命のつながりを通してお前に問いかけてくださっているんだ。お前の命の誕生の日をお祝いしてお内仏を送るなんておかしなおじいちゃんかもしれないけど、その命を大切に精一杯生きてください。本当に大切なことか。あのね、実はね、私受験するか就職するか迷ってるんだ。何何、あんた受験するんじゃなかったの。ほら受験票も出してるじゃない。だから迷ってるんだって。お父さんも初耳だな。受験すると思ってたよ。3年生になるとね、学校でみんな将来のこととか話すこと多いんだ。これは男子だけど、ずっと小さい時から料理人になりたかったっていう夢があって、進学しないで海外に修行に行くんだって。女の子もそう、自分のやりたいこととかしっかり考えてて、周りがそんな風に自分の目標とか目的とか持ってるのに私はどうなんだろうって考えるとさ、このまま普通に大学に行って普通に大学生やってそれでいいのかなって思うんだ。なんかさ、自分だけ取り残されちゃったみたいで虚しく感じちゃうの。そういえばお父さんも覚えあるな。確か良子と同い年ぐらいだったかな。友達がパイロットになるって言って猛勉強してね。お父さんも勉強しなかったわけじゃないんだけど、なんだかその友達が羨ましくてさ、このままじゃもうダメなんじゃないかなって思い悩んだな。ああそういえば思い出したよ。その時お父さんが悩んでると、おじいちゃんが仏様の前に座って考えてみなさいって言ってた。へえ、そうなんだ。おじいちゃん、ちょっと良子、あんたこんな時期にまだ悩んでるなんて言っててどうすんのよ。ちゃんと決めて大学に進学しなさいよ。ごめん、まだ迷ってるなんて。でも
いい加減な気持ちで言ってるんじゃないんだよ。いい加減よ。勉強が嫌なんでしょ。お父さんからも言ってやってくださいよ。そうだな涼子、お母さんの言うようにもう迷ってる時期じゃないんだろうけど、今の涼子の心境からすればきっと思い切って言ってくれたんだろうね。お父さんはね、涼子ぐらいの年の子はそうやって迷うことが大切なことなんだと思うんだよ。ゆっくり考えたらいいと思うよ。あ、おじいちゃんの手紙じゃないけど、本当に大切なことについてね。お父さん、そんな悠長なこと言ってたらね。ありがとうお父さん。仏様が来なかったらこんな話になってないのに、おじいちゃんのおかげだね。おじいちゃんも涼子ちゃんに生きることについてしっかり考えてもらおうと思ってご本尊を送られたんやろうね。涼子ちゃん、いい誕生日になったね。仏様ね、本当にいいことがあるんだったらいいんだけどね。このお母はんはおじいちゃんからの手紙ちゃんと聞いとったんかいな。あ、そうだ、忘れてた。なになに、まだ何かあるの？お母さん、ケーキ食べようよ。ほんと苦労して買ったケーキ、ちょっと取ってくるわね。キャー、どうしたのお母さん。なになに、何があったの？ゴキブリ。いや気持ち悪い、誰か助けて。キャー、ドクター来ないで、助けて、神様、仏様。え、仏様だって。お母さん、やっぱりお願い事してるね。やっぱりやかんわ。お内仏がやってきてからのうちはなんだかちょっと変わったみたい。お父さんなんかカッコつけちゃって、最近は仏教の本なんか一生懸命読んでるし。親鸞聖人の鸞ってこんな字なんだ。難しいな。お母さんは家族の目を盗んでたまにお願い事してるみたい。商店街の福引き、特賞が当たりますように。私は私で本当に大切なことって何だろうって考えると、やっぱり私自身の問題なんだなって思う。そしたらなんだか私もしっかり頑張らなくちゃって元気をもらったみたい。しかし単純な家族やな。せやけどようよう考えたら、お内仏は単に先祖の霊を慰めたり、自分にとって都合のいいことばかりお願いしたりするところやないねんな。今の自分の生き方や人生を通って仏様の教えに聞いていくところやねんな。そんなことがおじいちゃんから子供に孫にと伝わっていってるんや。ま、そのおかげでこの家族みんな元気もろてるって感じや。どうですか、そちらから見てはる皆さんは。お内仏に宝くじや札なんか置いてませんか。皆さんにとってお内仏って何ですやろ。いっぺんこんなことを考えてみてはどうですか。あ、そうそう、こんなん用意してますさかい、一度読んでみはったら。